富野13、次の文章は電気通信に関する記述です。電気通信において信号に変換された情報を伝える媒体を伝送路と呼ぶと。電線路などから購入した送りたい信号を変化させてしまう不要な成分を、あという。まあ、ノイズですね、これは。なので、1と3と4がまず選択肢に入ります。続いて、身近な通信手段の一つとして電話がある。地域間をまたがる電話網において、多数の通話を効率的に中継するために一本の伝送路を用いて同時に多数の通話を伝送する技術を異という。ちょっと僕わからないですよね。そう、多重化とあります。なんとなく多重化っぽいというところですね、ここは。続いて、無線通信では送りたい情報を信号波と呼ばれる電気信号に変換した後、送信機によって周波数のより高い半送波と呼ばれる信号と合成し、ウを作る。制限波か変調波ですけど、まあ、ここまでいろいろ手順を踏んでいるので、まあ、制限波はまあ割と簡単に作れるイメージなので、変調波ですね。いろいろと合成しているので。そうすると続いて、まあ、通信でって言ってるところで、まあ、制限波を送っても通信にならないので、まあ、変調波ですと。ところですね。アナログ信号をデジタル信号に変換するエディ変換では、アナログ信号の最高周波数に対してその2倍以上の周波数で何々を行えば。が標本化と量子化とありますが、まあ、量子化っていうのは、まあ、AD 変換と同じような意味ですよね。なので標本化になります。標本化された信号から元のアナログ信号を再現できる。これを標本化定理という。画像や音声、ビデオなどの情報をそのまま記録伝送しようとするとデータのサイズが大きくなるためにデータの応が行われる。まあ、圧縮ですよね。まあ、そうすると3番。多重化っぽいってところでもまあ、合ってますよね。3番が正解になります。静止画像の代表的な O の方法として、O が圧縮です。圧縮方法として JPEG という国際標準規格がある。まあ、ここが伸縮っていうと伸ばしてもしょうがないので、データを。圧縮っていうところはまあ、簡単にわかるところですね。で、ノイズっていうところも簡単にわかるところ。で、あの変調波がわからないと答えが3番にわからないですね。制限波から信号を取り出せないっていうところで、まあ変調っていうところがまあわかると思うんで、まあ、ここもちょっと具体的な情報技術の話に入ってきてるんで、まあ、ちょっとこの辺教科書になんか載ってないようなイメージがありますが、基本勉強する以外のところでこういう情報を知っていないと、まあ、もしかしたら解けないかもしれないようなところになるですが、まあギリギリ考えればわかるかもしれないみたいな絶妙なところになってますね。はい、以上で終わります。